んにちは。ゆっくりムービーメーカー4の動く立ち絵を簡単に作れるソフトを作りました。名前はゆっくり表情差分メーカーです。使い方を説明していきます。必要なものは3つあります。ゆっくり表情差分メーカー、ゆっくりムービーメーカー4、ずんだもんの VRM です。まずゆっくり表情差分メーカーを起動して VRM を読み込みます。 VRM とは 3D モデルで表情や口の動きが含まれています。このソフトで表情を変えてスクリーンショットを撮影し、表情の差分を作ります。スクロールホイールで拡大スクショ、右クリックで平行移動、左クリックで回転移動することができます。注意点として、両目と口が見えないと誤った部分を目や口と認識するので、両目と口が映るようにしてください。次にポーズを変えます。絵のドロップダウンメニューでポーズの大まかな分類を選びます。アンテナショップ猫小屋さんのポーズ集を使用しています。下のドロップダウンメニューではポーズそのものを選びます。ゆっくり解説動画やゆっくり実況動画に使えそうなユニティで使えるポーズ集をご存知でしたらコメントで教えていただけたら嬉しいです。あと注意点ですが、ポーズを変更するとカメラ位置が正面にリセットされます。なかなか良い位置が決まりませんね。最後に表情差分作成のボタンをクリックするとスクリーンショットの撮影と差分作成の処理が動きます。1フレームごとに表情、目、口を組み合わせた絵を撮影しています。撮影が終わると中央のローディングのアニメがフリーズします。裏で差分を作成する処理が重くてアニメが止まっています。アニメが消えたので差分ができました。次にゆっくりムービーメーカー4で差分を使って動画を作っていきます。ゆっくりムービーメーカー4を起動します。一番左下のキャラクターを選択するドロップダウンメニューでずんだもんを選びます。右隣にあるボタンを押してキャラクター設定画面を表示します。下にスクロールしていき、立ち絵の項目を探します。立ち絵の種類を動く立ち絵に選択します。その下にあるフォルダーのアイコンをクリックして、先ほど作成した差分のフォルダーを指定します。場所はゆっくり表情差分メーカーの中に VRM と同じ名前のフォルダーの中の日付から始まるフォルダーです。次に「表情」という項目を探します。撮影した VRM の表情が選べます。ここではニュートラルを選択します。さらに下の「表情」の項目も同様にニュートラルにします。ニュートラルは無表情です。 VRM にはアングリー、ファン、ジョイ、ソロー、それとオプションの表情が含まれています。立ち絵アイテムをクリックします。まばたきが確認できるように立ち絵アイテムを右に伸ばします。ずんだもんの絵をクリックして画面いっぱいにスクロールホイールで拡大します。ずんだもんのセリフを挿入したい位置にカーソルを合わせてクリックします。ここにセリフを入力と書いてあるところに話したい内容を入力します。こんにちは、ずんだもんです。よろしくお願いします。このように入力してからエンターキーで追加できます。音声を合成するまで少し時間がかかります。動画内のずんだもんが話すので静かに見守ります。口パクとまばたきができました。お疲れ様でした。これで基本的な使い方は終わりです。ここからはゆっくり表情差分メーカーの説明で触れなかった機能を紹介していきます。 VRM を読み込み、ボタンをクリッポーズを適当なものに決めます。次にカメラを調整します。左クリックで回転移動、右クリックで平行移動、スクロールホイールで拡大縮小、カメラを制御できます。立ち絵も出力にチェックを入れます。チェックを入れると表情差分作成、ボタンを押した時にスクリーンショットが保存されます。カメラ目線のチェックを外します。視点横のスクロールバーで視点を左右に移動させることができます。視点立てのスクロールバーで視点を上下に移動させることができます。カメラ目線のチェックが入っているとこちらを見てカメラ目線になります。平行投影のチェックを外します。透視投影になります。画面のように目で見たようになります。リアルな VRM を撮影するときに向いていると思います。視野角のスクロールバーは小さくすると映る範囲が小さくなり、大きくすると映る範囲が大きくなります。アニメのずんだもんは平行投影が向いていると思うので元に戻します。スクリーンショットのサイズのスクロールバーでは正方形で保存される1点のサイズをピクセル単位で変更できます。サイズが大きいと処理が重くなるので気をつけてください。色温度のスクロールバーでは小さくすると青みが増し、大きくすると赤みが増します。色合いでは小さくすると緑色っぽく、大きくするとピンクっぽく見えます。色相では小さくすると赤色で、中間が緑色で、大きくすると青色に見えます。彩度では小さくすると色が薄くなり、大きくすると色が鮮やかになります。コントラストでは小さくすると明暗の差がなくなり、大きくすると明暗の差が大きくなります。光の強度では小さくすると発光量が少なく、大きくすると発光量が多くなります。光の拡散では小さくすると光が集まり、大きくすると光が散らばります。設定が完了したので表情差分作成ボタンを押します。できました。差分の画像を説明していきます。ゆっくり表情差分メーカーの中の VRM 名のフォルダーの中の最新の日付名フォルダーを開きます。スクリーンショットフォルダーでは透過画像で保存されています。サイズは 1080×1080 になっています。口フォルダーを開きます。小さくて見にくいですが口の差分画像です。口の動きの少ない VRM や口を動かすと同時に別の部分が動いてしまう VRM では口以外を口としてご検知します。同じように目フォルダーを見ていきます。口と同じで目の動きの少ない VRM や目と同時に別の部分が動く VRM ではご検知します。目パチや口パクをしなかったら両目と口が見えるように調整し再撮影してみてください。今回作った差分で動画を作ってみます。ゆっくりムービーメーカー4に動く立ち絵をセットします。セットしました。シャイニングずんだもんです。はい、これで全部の説明は終わりです。いかがでしたか？ところでこのソフトを作った理由が3つありまして、1つ目は動く立ち絵を作る時間を短くしたい、2つ目はゆっくり動画が単調なのでいろんな表情で動かしたい、3つ目は動く立ち絵の著作権を考えたくない。著作権についてですが VRM をゲームのキャラメイクのように作れる V ロイドスタジオを使えば絵に自信がなくてもオリジナルのキャラクターが作れます。ゆっくり表情差分メーカーを使えばオリジナルのキャラクターでゆっくり動画を作れるわけです。ゆっくりの立ち絵の著作権についての心配がぐっと減ります。ご視聴ありがとうございました。